はい、皆さんこんにちは、みやぼです。はい、ってことで今回はこいつアンチテーゼ使っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちら魔法陣弱点キラー、あ、超アンチダメージオール SS 短縮ってことでね。はい、でパワー型で、この攻撃力、まあ、身で今7000アップしてんのかな、7000アップしてるんすけど、まあ強化してレベル120にした。ちょっとアンチテーゼすごい自分の好みだったんで、今こんな感じにしてみました。このアンチテーゼを今回使っていきたいと思います。はい、で SS があれですね、ミサイルなんで、まあ利休進化とか、あと大黒天とかと同じ感じですね。なんで、お、これ使ってみてえな。で、友情がクロスウェーブと爆撃っていうやつなんですけど、爆撃がなんかウェーブみたいに出る感じでやっていくんですけど、こんな感じウェーブでなんかトムカが出てきて、そのドブカがなんか爆撃していくみたいな感じなんですけど、まあまあまあ威力は出る、まあまあ爆発でもウェーブと同じ感じで出るから、まあね、クロスウェーブと重なってよくわからんかった。まあこんな感じ。まあクロスウェーブは正直、まあ弱くはないけど、俺はおまけかなと思ってるけど。友情コンボクリティカルなんですよね、こいつ。こいつ初めて使うの。お。テンペストいい。初めて使った。まあね、でもアンチテーゼの一番強いところはやっぱ殴りとその SS がめちゃくちゃ強かった。何回か使ってみて、神殿でもそうだけど、で SS がバケモンっすね。あれってまあ利休神殿使ってる人は分かると思うんですけど、持ってくんですよねゲージ。なんで、で、範囲も広いんで、ほぼほぼ弱点拾う、つうのが、個人的にすごく良かった。1ヒットでね、その、すごい接待すると、えらいダメージ出るんですよね。弱点1個に、まあね、ミッキーマウスとか、かで弱点露出した後のがやばかった。まあそれはちょっと後でっていうか、もう動画は撮ってあるんで編集してまあ見せるんですけど、とにかくやばいです。でこのゲーム画面ではまあ殴りとかもう見せていけたらない、殴り友情こんな感じでトムカが爆撃します。はい、まあ、身はね今ね7000強化したんすけど、まあ普段使いするなら即必殺でいいかな。即必殺で良さそう、それが一番使いやすそう。まあ SS ターン短縮ついてるからね。お、これもいきますか。クロスウェーブトムカ、クロスウェーブトムカってなんだ。まあこんな感じです。テンペスト、お、テンペストいいね、テンペストいいね。違う、テンペストじゃないですよ。今日はアンチテーゼを見せたい。まあ、貫通のねパワーなんでね、もう迷わずあれ言ってしまったよ。レベルの章を言った。攻撃力今なんて5万3000ゲージ込みでとんでもないよね。これはトムカやってみますか。トムカじゃね、爆撃。おー、結構出るね。弱点キラーも乗ってこの感じ。で、ウェーブみたいに出るんで。
こういう使い方になるのかな。おお、わかんねえ、テンペストハマっちゃった。でまあサブなのでコピーはできません。これ真ん中に置いてなんかトム型したい、まあ、まず普通にやってみるか。はい、おーおーお、結構出すな。あれ、俺が使ってた時より出るの、なんでだろう、気のせいか。ここら辺止めたいな、真ん中。あ、オッケー、足遅いっつうのがいいね。逆にこれ尿意ボーイで縦行くじゃん、両方攻撃する、トムカで。まあ、己のウェーブも出てたけど、今はコピーで。強いね。まあ、SS は2段階目で打とうかな。1段階目もかなり強いんですけど、2段階目を見せたいと思います。お、強っ。あれ、強でね、種族がね、原用なんで、今、同族過激、同族加盟、同族過激速つけてるけど、うん、他のキャラのこと考えるなら、同族じゃない方がいいかもね。そう、俺つけてから思ったんだけど、あっつって、こいつ原用やんって。ダメじゃんって。他のやつはいけないなって。そこちょっとミスったね。こいつ殴っちゃっていいのかな。大丈夫か。お、まあ、あんまダメージを取んない方の本体だったんですけど、いやー、雑に当たってみよう。おいや、まさかこれ回復しちゃう？あぶね。で倒しますと。ちょ、テンペストあんま邪魔しないでほしいな。あの分身に SS ぶちかます。邪魔すんな。 OK、 邪魔しない。で、これ2段階目ずついきまーす。この SS が普通に化け物で、多分判定広すぎて、多分下も巻き込むんですよ。さあ、ミサイル。かあ、共有してるからね。やばかったね。はい、山田系ゼロでも使ってみまーす。弱点に当たるんでね、雑魚に弱点あるところだったら、まあ、さらに強いとは思うんですけど、さっきちょっと試したのは、大黒天回でも良かったですね。友情も通るし強かった。まあ、その代わり大黒天回では SS のダメージがあんま通らないので、そこは注意かな。ウェーバー当てるか。あ、ダメだ、俺ウェーバー当てるの下手くそすぎる。トムか、トムか、いけ、トムか、ドドン。まあでもまあまあやっぱ出てるな。友情も強いね。改めて使ってみて、でも一番はやっぱり殴りとあれだと思うけど、 SS、 まあ、これは運極にしたいな。早く、じゃ友情、トムカ失敗したね。
人のやつ倒す。おお、友情も誘発するんすよね。したよね、うん、したはず。あと SS ターン短縮ついてるから、マジでこれぐらいの難易度だったらいい感じに打てるし、速殺つけてれば普通の降臨で使っててもミサイル打てるんでだいぶいいのかななんて思いますね。強い、周りも強いっつうのはあるけど、おどうなる、おお、はい、ボス戦。まあ1段階目打ってみますか。いや、トムか、使えてる、トムか。いい友情コンボ、楽しい。まあ1ヒットでかなりの火力出すんで、 SS でなんかいい感じにゲージ持っていけるんじゃないかな。じゃあ1段階目、ほら330万とか出てるんで、ミサイルここがいいっすよね、飛ばせるっつうのが。普通にほら結構持ってってるでしょ。まあディルロッテとかいろいろすればさらに良きと。でもディルロッテ普段ね連れてかないからな、あんま。うん、俺はカツラと合わせて使うかも。結構カツラ小五郎とブーストして SS 打つとか、そうやって遊ぶかもしれませんね。トムカイエ、クロスウェーブス、お、スイッチライクラウンだな。あぶねー、はい、こんな感じです。ちょっと SS さらに使ってみたやつは今から見せます。Maybe.